練習を見ているとかなりいいタイミングで、ね、動き出してはいるんですけど、試合でやっぱり、ね、指導が遅いんですよね、プラタはね。早く取るとやっぱり間が作れないんでしょうね。ショートへのゴロ、山本取って二塁点差、二塁はボールこぼれた、後藤のグラブボールこぼれました。セカンド後藤のエラーが記録されました。ボールセーフ、ランナーがたまります。打席に亀井を迎えています。ご覧のように2割6分5厘という亀井ですが、得点圏打率は4割1分7厘、4割を超えるという得点圏打率を誇ります。今日はね、少しこうコントロールアバウトなんですよね、ただそれがまあいい方向にも働いているという、はい、結構データを取ってあるので傾向はね、傾向で待ってると思うんですよ。ここは見逃し三振、うん、素晴らしいボールですね、今のは素晴らしいボール。井川、亀井手が出ませんでした。ここっていう時のこの1球ですよね。まあ、前回のドラゴンズ戦でもピンチは迎えるんだけれども、そこからしっかり踏ん張ったというのが井川でした。もうあそこに投げられたバッターはごめんなさいでしょうね。昨日は小笠原に代わってダイソーで出場しました。点差があったので楽な気持ちでゲームに入れましたと話したのは坂口。智弁和歌山時代にはね、1イニング2ホーマーなんていう離れ技を甲子園で見せました、はい、思い切ったスイングです。その中で今日は初打席坂口、ここは外のボール、最後は変化球、バット回りました。チャンスで坂口空振りの三振、ジャイアンツこの回も無得点です。